めちゃん、お誕生日おめでとう。めめめちゃん3歳になりました。早い。めちゃん3歳おめでとう。めめ、はい、というわけで、今日メル3歳の誕生日を迎えました。おめでとう。ささやかではありますが、誕生日プレゼントを用意したので開封したいと思います。めめおめでとう。はい、今回はプリンとメル2人分のハーネスを買いました。災害時とか、なんか外にどうしても出さなきゃいけない時とかのために買っておきたいなって前々から思ってたので、ちょっとこの機会に2匹分買いました。じゃーん。あんまり首輪もそうですけど、ハーネスとか全然つけたことないのでね、ちょっと試しにつけてみます。めちゃんおめでとう。めめヘルはこっちのブルーを買いました。似合いそうと思って。ネルもね、男の子だからね。一応この首周り、ネルの首周りと胴周りを測って、サイズを見てネットで購入しました。ちょっとメルのリボンどけて、よいしょ。ね、しっかりしてんだよねこれ。おお逃げそう逃げそう、これよいしょ。おー、めめたん、めめたんだね、めちゃん。あ、これでもめっちゃ簡単。ごめんあー、めちゃんごめんね。あ、でもサイズめっちゃいい感じ。ちっちゃいかなと思ったけど、もういいんじゃない？可愛くない？可愛いメル似合うよ。可愛い。え、ちょっとリードつけてさ、散歩させたい。はい。これにこうやってリードつけるのかな？こんな感じ。すごい犬みたい。めめ。出そうにないし安全、そして似合ってる。かわいい、かわいい。ムルがおとなしくなった。ちょっとしばらくこれつけたままプリンにも着せてみようかね。これだけ外すね。はい、プリン連れてくるよ。プリンは黄色買いました。やっぱりプリンは黄色だよね。ね、なんか一応プリンとメル測って、あんまりこの太さっていうかそこまで差はなかったんですけど、結構首周りがきつそうみたいなレビューが多かったので、念のためプリンはちょっと大きめを買いました。はい、プリン足倒して、よいしょ。
いいじゃん。おサイズ感結構いい感じ。これね、M サイズです、プリン。はい、プリン。やっぱさ、首がちょっとやっぱキュッてなるね。ここが。もうこれ、動けないかもしれん、プリン。固まっちゃった。プリン。プリンも初めてだね、ハーネスつけるのね。かわいいよ。色めっちゃ似合ってる、かわいい。おかわいい。かわいい。いいじゃん。いいじゃん。なんか本当にさ、あれだね、術後服を思い出す。きつそうではないけど、脱げなさそうだからちょうどいいかも。はい、というわけで、ミルの誕生日プレゼント開封でした。ちょっと今回は災害時用にハーネスを買ったので、なかなか普段使うことはないとは思うんですけど、すごいね、いい買い物だったと思いました。似合ってるしね、抜けなくておすすめです。はい、というわけで、めちゃんお誕生日おめでとう。バイバーイ。バイバイ。